うるさいぞバリロスさん。こいってマジか。相手はどなたです。あ、もしかして。あ、魔王か。あの魔王さん、バリロスさんに会うためにしょっちゅう来てましたもんね。魔王はフリオ殿に会いに来ていたのであって、私に会いに来ていたわけでは。バリロスさんがいないときはいつも早く帰ってたぞ。すっごくわかりやすかったですよね。そういえばお二人が恋に落ちた時の話って詳しく聞いたことありませんでしたよね。それに関しては私も興味があります。奥方様は至高なるお方のどこに惹かれたのですか。今のところ防壁魔法を破られてはいないみたいだけど。あ、いたいた。買い物終わりましたよフリオ様。どうかしたのかバリロッサ。いや